おお、クリリンか。お前と勝負するのは久しぶりじゃの。え、無天老師様と俺が勝負したことってなかったような。ありじゃ。まだお前や悟空が子供の頃はよく稽古をつけてやったじゃろう。ああ、そのことですか。てっきり俺、無天老師様がボケちゃったのかと思いましたよ。では、横道にそれるのはこれぐらいにして、勝負じゃ、クリリン。はい、本気でいきますよ。よーい、はじめ。お前さんもやるようになったのう。